がね、はい、丸見えのところなんです。なんでなんでなんなんでなん、はい、もうね、巣鴨駅からもう丸見え、ちょ、丸見えが分からへん、近いよっていうことを言いたい。そう、はい、ちょっとね、スタミの段階ですごい楽しみにしてたお店さんなんですけれども、はい、巣鴨会館様です。で、この日のためにわざわざちょっとね、会員カードもこしらえてきた、こじられてきたって言うのそう、こじられてきたんですけれども、はい、ちょっとね、そう、めっちゃ楽しみにしとって、で、スタメの段階でね、まあ、ジャグラーがすごいよっていうこともまあね、分かったし、で、今日ちょっとね、早速今台を取ってきたところなんですけれども、あの、私この並び順でなんとね、20番最後尾ほぼっていうね、ちょっとね、もう先頭の方はなんと5時から朝の5時から並んではったっていうね。あー、ほんま、私らは9時半ぐらいにちょっとここに着いたんですけれども、もうその時点ではもうちょっと20番っていうことでね、もうねまあ一応狙い台としてはやっぱり番長を、まあ、初めてのホールさんなんで、うん、メイン機種である番長とかかな、角とか、うん、そうそう、角が結構強いなっていう印象が全体的に、まあ、この間の下見でね、まあ、思ったんで、まあ、稼働を狙いたいんですけれども、ジャグラーとかも、うん、まあ、ちょっと一旦ちょっとまあまあ打っていきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと20番、そう、もう並び順やったんですけど、まあ最後尾入場やったんですけどね、そう、9時半ぐらいに来て最後尾やったんですけれども、ね、番長取れたんで、ちょっと番長から朝一ね、とりあえずよ、そう、見ていこうかなと思ってるんですけど、やっぱもう前台すぐ埋まってもうて、で、今ね、ちょっといきなり右隣の方が通常ビッグを引くっていういきなりやで、ま、でもまだ分からへんからな、ちょっとこれから頑張っていきたいと思うんですけれども、よかった、でも番長取れてよかった、とりあえずな、はあ、勝負じゃ、17対決、
いたっけ。なんか弾いたかいな。アジフライ専用ソース。まあ、うわあ、アジフライや。アジフライって言ったらさ、あれ思い出せへん。あのさ、福本さんのさ、漫画のさ、中間管理職じゃない、あのあれ、あっちや。
黒沢でしょ。あ、そう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 、黒沢黒沢や。アジフライ食える優しい人いあるやあるや。はい、じゃあいただきましょう。ソースとかをかけずにちょっと素材本来の味を楽しむわな。はい、おいしい。あ、これ大盛りにして正解やわ。ちゃんとこの骨せんべいまでついてるのがいいですね。いいね。うん、で、これアジフライ専用ソースかけたやつ。あ、うまー、おいしい。これかけた方がいいや。うん、はい、じゃあね、お昼ご飯から帰ってきまして、ちょっとね、まだまあ、なんていうか、ちょっと今台いろいろ見てるとこなんですけど、とりあえずまあこの間稼働台結構強かったってこともあるし、ちょっと稼働のね、このジャグラーガールズをちょっと持っていきたいと思います。ちょっとなぁ、番長さん一回もボーナスならんかったからな。でも1万7000円投資やからな。怖いな。この間でもそのスタミン時はね、結構カード台が強い印象やったんで、期待していこうかな。すごない？ジャグレンやで、ジャグレン。じゃあちょっとね、さっきのジャグラーちゃんも結構良かったんですけど、ね、ちょっとなんかいろいろ見とったら、今回ちょっと台との台が、まあ、番長でもね結構いい感じやし、でこの何あっちのあのなんとクレアさんでもそう設定5、6が出た言うて、そうそうそう、だからちょっと台との台がいいんちゃうかなと思って、まあ、予想をしまして、そうだからちょっとね、バラエティのコーナーもでまた強いっていうことなんで、ちょっとこの子台とのねセイクで A タイプなんですけど、ちょっと打っていこうかなと思います。
初めてやねんけどな。初めてやけど結構好きそう。大都の大はな、やっぱりな、曲がいいのが多いからさ。なんかめっちゃ派手なん来たで。何パーフェクトやって。あ、広角のやつや。 RT や RT 始まったで。30杯で。何これ爆弾。何魚爆弾。うわ、何、あ、V や。当たりましたってことや。なあ、多分。いやー、やったー、529ゲーム。はあ、本日初。よかったー。あー、しかもビッグや。ありがとう。面白いな。いっぱい選べるやん。何してるわ。うわ、すごい。ほんまになんかライブ会場みたい。ほんまに、お前ライブ会場みたいになってる、これ。てか、あれやねん、このお姉さん、こんな声なんや。巣鴨会館様のちょっと店内の様子をちょっと見ていきたいと思います。レッツラゴー。もうな、ちょっと17時過ぎやからな。そうそう、ちょっと入れ替わりの時でもあったりするねんけれども、そう、いっちゃん最初に、まあ、埋まったこの番長のコーナーね。で、そう、番長、あや、番長、何これ、全部ちょっとこのかちょっと聞いて、どんな感じですか。まあ、あの横に座ってらっしゃったんで、あれなんですけど、はい、2000円で通常 BB 引いて、あら、そこからまあ半日ぐらいなんですけど、はい、通常 BB 4回と、はい、なんせに2回と、はあ、まあ、息戻しもあったし、あ、そうなんですね。まあ、もう間違いないんじゃないかと。いや、頑張ってください。ありがとうございます。すごいな、完璧やわ。完璧、これは完璧。いや、すごい。こっちもあっちも5箱。はい、で、ジャクラちょっと波動、あ、うわー、いいな、いいな、もういっぱいついてるやん。18と19やって。19です。これすごいですね。18、19じゃないですか、もう。監督が引けてくると、もっと嬉しいです。はい、あ、まあ、これからですね、上層さん。え、結構、ブドウもいい感じですか。悪くはないぐらい。あ、控えめに、またそんな頑張ってください、これからちょっと。で、ここがそう、四五六角
が出たっていう噂もすごいね、うん、でここがちょっと私が頑張ってたね、塩大福花火、うん、これもあるな。はい、というわけでね、初めての巣鴨会館様、やっぱり下見の段階で思ったけど、いい店よここ、うん、いいよ、好きになったわ、うん、え？なんで上から出た？うん、好きになった、そう、いいやん、うん、なあ、で、今日はなんかちょっとまあ、わからんけど、まあ、大東に力を入れてくれてはるのかしらって感じです。ちょっと私のね、シェイクはね、ちょっとあれですけれども、はい、なあ、でも、そう、番長すごかったな、いやー、外れてはなかったんけどな、狙い騎士は外れてはなかったけど、台が、あー、はい、実戦終了しました。はい、まあね、初の巣鴨会館様でね、すごい楽しみにしてたお店の状況もめっちゃ良かったんですけれども、残念ながら2万円ストレート、普通に分けました。はい、しょんぼりね。いや、シェイクでな、巻き返せるかなと思ったんですけれども、ちょっとね、無理でした。飲まれてもうた、最後ね、でもお店の状況がすごい良かったです。はい、もう期待以上でしたね、館長、そうな、うん、そうね、そう、また隣でした、いつもそうや。まあなんか個人的になんかあるじゃないですか、その結構さ、あ、個人的にこのお店好きやなみたいなさ、そうそう、そういう感じの、まあ私のなんか結構好きな、なんていうの、オーラ、波長のお店なので、ちょっと楽しみです、これからも。はい、来月ってほんまに。はい、というわけでね、巣鴨会館様ありがとうございました。またでは来月頑張って、来月こそ勝ちます、勝ちに来るぞお地蔵